はい、提案で進藤辰巳のゴミラジオ、始まりましたし、若いあなたは進藤辰巳ですが、今回はね、オズワルドについてちょっと喋ろうかなと思いますけどね。まあ、オズワルドって言ったらね、まあ今年、まあミニ単独ライブでね、結構な、まあかまいたち、山内さんとか、まあいろいろな、結構な面々をゲストに呼んでダメ出しをしてもらってネタに参戦して、去年も、ハリケーンズの前田さんとかポイズンガールバンド吉田さん、ユニバースの川瀬名人、あと僕とかね呼んでくれてね、ダメ出しをしてもらって、そっからまたネタを考え直すみたいなね、ショーですかね、エンターテインメントですかね、お笑いライブをやったりとかして、ここものすごいストイック、ものすごくストイックな方がね、ちゃんと努力して結果に結ぶつくっていうのは意外と少ないもので、それがちゃんとオズワルドがちゃんと成し得て、しかも確実に今年すごく結果が出てるっていうのは、これすごいなっていう、誰よりも努力してるのかもしれませんけど、誰よりも努力していれば結果が出るというのは意外となくて、そのプレゼンというか、自分の努力する道しるべを作るのがオズワルドが非常にうまいのかななんて、なんかね、非常に思う。毎月単独ライブやる人、下手したら月に2回やる人とかね、どんだけ化け物なんだよとか、どんだけ日常、人生を犠牲にしてネタ作ってるんだよなんていう人ね、ものすごくいるわけですよ。で、まあ、M1 グランプリの決勝のね、進出して連続的に出てる人はどんだけ作ってんだよっていうのが仮に知っても、それは報われてるわけですよね、決勝に行って。で、僕の周りではすごく努力して、まあおそらく形上努力してやってない人ももちろんいるんでしょうけど、でもはっきりと努力して、これだけちゃんと結果に結びついて、これだけみんなが応援して、これだけ本人たちも頑張っているっていうのはね、珍しいことだとは思うんですよね。今回ね、オズワルド決勝行ったのは本当すごいなって、2年連続行ったのすごいなっていう。で、ラフターナイトも優勝して、だからメキメキ、オズワルドっていうさ、漫才師が世に広まっていって、実力者、漫才の定評ある実力者っていうことになってきてるのが本当すごいなっていうことですよね。まあオズワルドはね、まあ何回か焼肉行かさせていただいたこともありますけども、まあね、そう、久しぶりにね、そろそろまたオズワルドのね、焼肉行きたいなって思うんだけどね、やっぱりこの決勝の時期ね、下手に人と会ったりとか、まあ仮に僕はコロナにかかってなくても、他の人が身近でかかってて、同席した人がコロナを振りまいて決勝に出れないっていうことだけはしたくないので、まあ不要に会えないとは思いますけど、まあオズワルドもね、できるだけ気をつけながら日常生活をね、歩んでいると思いますけどね、どうしようかな、もうね、久しぶりにね、決勝前にまたね、ちょっともう飯食ったりとかできるんだったらしたいし、もう完全個室をね、まあ無菌状態の焼肉をね、まあ魂の巾着の本田さんがね、ちょっと予約してくれたら、もう話は早いのかなっていうのは思いますけどもね、まあそういうね、面白い漫才師がいるんですよ、実はまだ知られてないね、魂の巾着というね、オズワルドちょっと先輩でね、オズワルド非常に可愛がってるという、隙につけ込んで僕も一緒に飯を食いに行くというね、犯罪行為をしていて、そろそろ嫌われてんじゃないかなっていうので、最近連絡が全く途絶えているのでね、まあそれは生地外れてもないのかなっていう、また失敗したなという、まあ難しいよね、人におごってもらうという技術は非常に難しいので、今、まあ、オズワルドはね、あんだけの結果を残してるから、ね、非常に周りが応援したい、おごりたいなんてね、人、非常に増えてんじゃないかなっていうところでね、そこにつけ込んで、俺も混ぜてくんないかなっていうね、この、なんだろうね、物乞いですよね、僕はね。まあ、そんなのはね、さておきね、まあ、そんなのもちろんね、やっぱり、元々の少年が腐ってんだから、それはしょうがないんですけども、まあ、とにかくね、何が言いたいかっていうのは、オズワルドかってね、ちゃんと努力に見合った結果を結びつけてる凄さっていうのを、ちょっと喋りたいなっていうのがありまして、まあね、ちゃんとね、準決勝今回もね、受けてましたよ。で、毎回決勝候補、優勝候補だなんて言ってね、まあ、去年はミルクボーイの後だったりとか、トム・ブラウンの後だったりとか、準決勝かな、敗者復活、敗者は準決勝か。結構な競合、爆発した芸人の後をやって、しかもそこで、見劣りせず、結果を残すという、相当なネタが強いという証明がもう確実にされているわけですよ。今回は準決勝で、おいでやす小田さんの後だったけど、本当に今回爆発したのって、おいでやす小田だったんじゃないかって言われるぐらいの爆発。だからユニットでも上がった。本当だったらユニットだったら、ちょっとやそっと抜けだったらね、上がらないと思うしね、そんだけの完成度のネタをね、M1 グランプリでできるなんてことはないわけですね。だけど、おいでやす小田がほぼね、奇跡を起こしてしまって、その空間を自分らのものにしてしまったんですよ。だからこれは本当に今までの M1 の歴史というか、多分おいでやす小田、こがけん、おいでやす
子がのこのコンビのあの笑い人生でもだいぶあの濃い印象に残った瞬間だとは思うんですよ。その瞬間の直後にまあオズワルドが確かねネタをやってたとは思うんですけども、そこでもちゃんと結果を残してちゃんと受けるという行為をできたこのオズワルドの、結局ね直前にねすごく派手な人が出て、あのその後に出て、その後にでちゃんと結果を残す、ちゃんと受けるというすごい実は難解なことをオズワルドは平気でやれて、平気でやってるって、やれてるっていうか、まあ、自分が求めてやってるわけじゃないんですけども、それができている。普通ね、飲まれて終わるんですよ。マジで。一回戦とか二回戦ぐらいでも、それで前の人が凄すぎて、見劣りして、ネタの構成があまりよく見えなくて落ちたりするんだけど、オズワルドのネタの構成がすげえバッチリいいから、落とさざるを得ないぐらいの、良さをちゃんとその直後に出してくるっていうのが、いやすげえなと思って、今年、まあ去年の年末、まあ正確に言うとその一昨年の3回戦か敗退ぐらいから、まあ、オズワルドってやべえなって、この2年に急成長したんじゃないですかね。でまあね、まあ太りも2人もちょっとずつ太ってきたってのはまたいいですね。仕事が充実してきていいもの食べてるっていうことで、単純に精神も落ち着いてきてる中で、さらにそんな中でストイックのお笑いにも取り組んでいるということが明確になってるわけですし、まあね、またね焼肉行きたいですね本当に。まあ今年もね、まあ誰の後っていうのね、ずっとそういうかませ犬みたいな状態でやり続けて気づけば優勝してるなんてことはありそうですからね。どんどんオズワルドが強くなる理由が常に大会には存在するっていうのがオズワルドの、まあ、やっぱ凄さ。そこでちゃんと結果を残して、意外と本人たち曰くね、あまりテレビに出てないのでやっぱり優勝しないとダメなのかなとか、いやまあ僕がまあマニアックだからわかんないけど、時々テレビで見ますよ、オズワルドは。で、またちゃんと面白いこと言ってますしね。だから、まあ、そんな派手じゃない分、ちゃんと形とか面白いことを残しても、世間一般の目からすると、まずオズワルドって認識はそんなにないから、まあ、単純に忘れられていく、あの、ちょっと面白い忍者誰だっけなっていう感じにはなってるとは思うんだけどね。でも、ちゃんと面白い形を書く、テレビで自分らのペースでじっくりとやっていけてるっていうのが、普通はねもうパニックになったりテレビでなんか緊張しすぎてどうしていいか分かんなかったりするのに、それがねちゃんと自分らのあの良さでちゃんと味が出せてるっていうのがね、もう非常にすごいな、まあネタと同様すごいんじゃないかなっていうの。だからまあそこでまあ焦ってはないとは思うけどね。もし焦ってんだったら焦らなくても大丈夫だし、僕が見る限りのオズワルドは特に失敗がなさすぎて、なんだろうな、もっと失敗してもいいのかなって思うぐらい、なんのかなっていうところがあるかな。あの優等生すぎるというか、あのお笑い優等生でめちゃくちゃ難しいのね。毎回賞レース決勝残って、それなりにちゃんと、それなりにって言ったりするか、ちゃんと受けて、結果も残して、まあ、ラフターナイトも優勝して、でテレビでもちゃんと受けてっていうのが全部できちゃっているというね。だからあんまりあの周りから恐れられる存在になってしまうんじゃないかなって。お笑い芸人なんかある程度小馬鹿にされてやるようなもんだからね、あまりにもねストイックすぎて、あの完成されすぎた芸人になりすぎると、ちょっとまあそれはそれでいいのかな、まあそういう時代もあってもいいのか。まあね、年とともにね、あ、そういうとこもね、あのある程度ぐらってきたりすることもあるのでね、まあ今若いから、まあそういうとこにストイックでね、もうガッチガチのね、もう無駄のない隙のないオズワルドとしていても、まあいい、それでいいから、そこに逆に不満を持つっていうのは贅沢すぎるしね。だからでもまあとりあえずね、あの M1 グランプリ決勝頑張ってくださいということでございました。以上、新藤辰巳のゴミラジオでした。